ウエストエアスウェーデンは、スウェーデンのヨーテボリに本拠地を置く貨物航空会社である。フェデックス、DHL、TNT、UPS 航空などの航空会社向けの貨物チャーター便を運航している。また、ロイヤルメールなどとメール便を週6便運航するという契約を結んでいる。主な拠点空港は、リドショーピングホビー空港とマルメ空港である。 タイムエアスウェーデンのボーイング737-200ウエストエアスウェーデンは1955年に LBF エダバー県として運行を開始した。1986年にアバルエアへ、1990年にタイムエアスウェーデンへと社名変更が行われ、その後1992年に現在の社名となった。 ホーカーシドレー748ウエストやスウェーデンは1997年までは旅客便の運航を行っていた。しかし、1996年頃からスウェーデンで夜間の郵便輸送の需要が高まりつつあったため、1997年に郵便輸送に焦点を当てた貨物航空会社へと転身した。 初期の貨物便では主にホーカーシドレー748が使用されていたが、1999年頃から、ブリティッシュエアロスペース ATP に置き換えられていった。2011年、ウエストエアスウェーデンは、ウエストアトランティック UK と共に、ウエストアトランティックグループ参加の貨物航空会社となった。2016年8月時点での機材は、以下の通り、 ボーイング767から 200SF ブリティッシュ、エアロスペースアトップ ATR72 から200、ウエストエアスウェーデンは2件の全損事故を起こしており、うち1件で死者が出ている。ありがとうございます。